鶴の恩返し昔々若い男が一人で山に住んでいました男はお金がないので山の木を売って生活しています。 ある冬の日、男が家に帰っていると変な音が聞こえましたこれは何の音だ？男は音がする場所にゆっくりと向かいました。 すると雪の上で休んでいる鶴を見つけました変な音は鶴が鳴いた声だったのです鶴は疲れて動けないようでした。 男はそれを見ると、急いで家に帰りました。そして自分の夜ごはんを持って、鶴がいるところに向かいました。 これを食べて、男はそう言って鶴の横にご飯を置きました。鶴がご飯を食べている間に、男は静かに家に帰りました。